オスカル・カルドソは、パラグアイ出身のサッカー選手。パラグアイ代表。クラブリベルタ所属。ポジションはフォワード。弟のラモン・カルドソも、フォワードとしてプレーする、サッカー選手であり、母国の FC タクアリーやポルトガルのビトーリア・セトゥーバル、などでプレーしている。パラグアイと、アルゼンチン時代、フアン・エウロヒオ・エスタ・ガリビア出身。シューダー・デル・エステにある、 トレスでフェブレーロの下部組織出身。2003年から2004年にかけてこのクラブに在籍し、クラブナショナル戦と c s ンロレンス戦で1試合2得点の活躍を見せるなど、西軍ダディビシオン優勝とプリメーラディビシオン昇格に貢献した。2005年初頭、プリメーラディビシオンのクラブナショナルに移籍した。クラブナショナルではすぐに得点等となり、3シーズンで、 ハットトリック1回を含む29ゴールを決めた。2006年末、アルゼンチンのニューエルズ・オールド・ボーイズに移籍金120万ドルで移籍した。ディエゴ・ガビラン、ササ、サルセイド、フスト・ビジャールなど、複数のパラグアイ人選手が在籍していたため、クラブにはすぐに馴染み、アペルトゥーラ2007では16試合に出場して11得点したが、クラブは18位と低迷した。 この活躍が認められ、2006年冬にパラグアイ年間最優秀選手に選ばれた。SL ベンフィカ2007年6月21日、ポルトガルの強豪 SL ベンフィカに移籍した。ベンフィカは約920万ユーロの移籍金を支払って、保有権の80%を買い取っているが、2001年にやってきたシモンサブローザの1200万ユーロに次ぐ、 ベンフィカ史上2番目に高額な遺跡金だった。2007から08シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは6試合で3得点を挙げ、得点を決めたセルティック FC 戦、FC シャフタールドネツク戦で、それぞれマンオブザマッチに輝いた。ベンフィカはグループリーグ敗退に終わったが、時間あたりの枠内シュート数は出場選手中トップであった。 UEFA チャンピオンズリーグ敗退の結果、出場した UEFA カップでは、決勝トーナメント1回戦の1、FC、ニュルンベルク戦セカンドレグで、試合終了間際の89分に決勝点を決め、2試合合計、3から2での勝ち上がりに貢献した。同シーズンのリーグ戦では3月3日、スポルティングクルーベでポルトガルとのダービーマッチで、マヌエル・ルイコスタのアシストから得点し、 次年度の UEFA チャンピオンズリーグ本戦出場権獲得に一役、勝った。プレースキックを得意とし、ビトーリア・ギマランイス戦などでは直接、フリーキックで得点している。リーグ戦では13得点で得点ランキングにいたいとなり、公式戦通算では22得点を挙げた。2008年8月30日、FC ポルトとの一戦でチームを引き分けに導く。 ゴールを決めた。2008から09シーズン前半戦は、調子が上がらなかったが、リーグ戦残り10試合で8得点を決めて、チームのホワード最長の出場時間を記録し、17ゴールで得点ランキング2位につけた。2009年3月21日、ダッサダリーが決勝でスポルティングに勝利し、ベンフィ解析後初のタイトルを獲得した。 2009年夏のプレシーズンは10試合で8得点と、好調を維持し、2009から10シーズン第3節の、ビトーリア・セトゥーバール戦では、ハットトリックを達成して8から1と対象した。10月22日の UEFA ヨーロッパリーグ、エバートン FC 戦では47分と48分に、立て続けにゴールを決め、5から0での干渉に貢献した。 エヴァートン戦から4日後の CD ナショナル戦では、ハットトリックを決め、12月6日のアカデミカ、コインブラ戦でもハットトリックを決めた。2010年2月9日、タッサダリーが準決勝のスポルティング戦ではゴールを決め、3月21日の決勝のポルト戦でも得点して、優勝に貢献した。UEFA ヨーロッパリーグでは、準々決勝のリバプール FC 戦ファーストレグで、 PK を2つ決め、アンフィールドでのセカンドレグでは直接、フリーキックを沈めたが、2試合合計3から5で、敗退した。この準々決勝までに12試合で9得点を決め、ベルダーブレーメンのクラウディオ・ピサーロと並んで、大会得点王に輝いた。4月24日の SC オリャネンセ戦では、シーズン4度目のハットトリックを決めた。 ベンフィカはシーズン中盤戦から首位を堅持し、5シーズンぶりのリーグ優勝を果たした。カルドソはリーグ戦で26得点を挙げ、ポルトのラダメル・ハルカを1点上回って、得点王のタイトルを獲得した。公式戦通算では、キャリアハイの38得点を挙げた。2010から11シーズンのベンフィカは、序盤戦で出遅れ、中盤戦では11連勝を果たしたものの、ポルトに、 勝ち点21差をつけられて2位に終わった。カルドソは11連勝中に6得点を挙げたが、リーグ戦通算では毎シーズンのちょうど半分の13得点しか挙げられなかった。トラブゾンスポル2014年8月4日、トラブゾンスポルに移籍した。オリンピアコス2016年8月31日、オリンピアコス FC に移籍した。2007年6月5日、 メキシコとの親善試合でパラグアイ代表デビューした。同年にはベネズエラで開催されたコパアメリカ2007に出場しグループリーグのアメリカ戦で得点した。2010FIFA フフワールドカップ南米予選では2得点を挙げて本大会出場権獲得に貢献した。2010FIFA フフワールドカップ本大会決勝トーナメント1回戦の日本戦は PK 戦にも連れ込んだが カルドソワゴ番手として勝利を決定させる PK を決め、パラグアイを史上初の準々決勝進出に導いた。しかし、準々決勝のスペイン戦では58分に蹴った PK をイケルカシージャスに止められ、最終的に優勝を果たす国相手に敗れた。2010から11シーズンはベムフィカで公式戦。 通算23得点を挙げていたが、ヘラルド・マルティーの監督は、コパ・アメリカ2011のメンバーに、カルドソーを加えなかった。ありがとうございます。